いつも君と待ち続けた季節は何も言わず通り過ぎた。雨はこの街に降り注ぐ少しのリグレットと罪を包み込んで泣かないことを誓ったまま時は過ぎ痛む心に気がつかずに僕は一人になった記憶の中でずっと二人は生きてゆける。君の声が今も胸に響くよ。それは愛がさまよう限り君は少し泣いた。あの時見えなかった人の街っていうからにはいろいろ違ってるんだろうと思ってたけどよ。でもこれはそういうのとも違うよな。配置が土台ごと変わってしまって都市の体を成していない。何があった？もしかしてレネギス全体が形を変えた影響が内部にまで。あのくさびが降りてきた時か。だからって人が住んでる場所まで動かすことないだろうによ。自分たちの街だろ。レネギスの民のことなどどうでもよいということなのか。どちらにせよこれでは禁漁への道もわからないな。ひょっとしてキュオハリムか。アバキール、息災で何よりだ。やっぱり君か。だがなぜここに。スルドブリガはどうしたんだ。連れているのは一体。ダナがどうなっているのか知らないのか。何かあったのか。知り合い。古い友人だ。なあティオハリム、君が連れているのはまさか。我々のことはいい。それよりここで何が起きている。それがさっぱりわからないんだ。突然都市の構造が動き始めてこの有様だ。そのうち王から何か知らせがあるとは思うが。アバキール、我々は禁漁への道を探している。心当たりはないか。禁漁へ。そんなところに一体何しに行くんだ。それは知らなくてもいいことだ。相変わらずだな君は。とはいえ見知った場所でさえどう行けばいいかわからないような状況だからな。まして禁漁となると。そうか、なら自力で何とかしよう。もう
フィアリエには会ったのか。いや。そうか。彼女は変わっていない。いや、むしろ。承知している。なぜ戻ってきたんだ。辛いことになるぞ。それも承知している。そういうところもちっとも変わらないな。分かったよ。これ以上は聞かないが、気をつけろよ、デュオ。フィアリエって誰なの？ロウ。先ほどの話からすると、レネギスの住民はダナのことを何も知らされていないようだな。そうね。ここの状況もよく分かってないみたいだった。クサビは間違いなくレネギスから現れたのに。もう少し情報が欲しいな。住民に話を聞いてみよう。ついでに一応赤い女のことも聞いてみようぜ。金領ってところに行く方法もだよ。私たちでは騒ぎになるかもしれない。シオン、頼めるか。そうね、その方がいいわ。私もやろう。デュオハリム、セルドの資格はレネギスでは有効に働く。わかった、二人とも頼む。俺たちダナは目立たない方がいいんだろうな。もし騒がれたらどうするの？私が連れ回してるとでも言い訳しよう。犬かよ俺ら。人々の暮らしをめちゃくちゃにしてまで一体何をしようというのだ。こんな町を、積み木を崩すような、これをやった者は何を考えている？ダナからの精霊力を受け止めてレナに送るためではあるんでしょうけど。何のためなんだ一体。スルドブリガのためならそんな必要はなかったはずだ。なんであれ、クサビが精霊力を送るのを止めたと言っても、狙う理由がある限りはこのままでは済むまい。ダメだよ、またあんなことさせちゃ。金領ってとこに行けば何かわかるかもしれないんだろ。ここでグズグズしてないで動こうぜ。ロウの言う通りだな。俺たちに立ち止まっている暇はない。やれやれ、ひどいことになった。死骸はこのありさま。ズーグルが制御を受け付けなくなったとも聞く。いかなることやら。あなたもどうしてこうなったのか理由を知らないの？事前に何の布告もなかった。知る必要はないという王のご意向なのだろう。我々としては受け入れるよりない。ん？あ、それより御身はイルル・ケリス家のティオハリム卿ではありませぬか。確かスルドとしてダナにおられるはずだと。いかにもティオハリムだ。多くを語ることは許されていないが、特別な任務で戻ってきている。全ては王の御心のままに。時ならぬ御身のご帰還、レネギスの変容、いやはや王の信望は計り知れませぬ。イルル・ケリスクは多くのスルドを輩出しておられる。こたびのスルドブリが御身の勝利を記念しております。最善を尽くそう。
本当に最初からここで暮らすために作られたのかな。どういう意味？だってこんな大掛かりなこと最初から作ってなかったらできないよね。でも最初からそのつもりだったら町だってこんなことにならないように作ると思わない？確かにその通りね。そもそもレネギスがこんな風になるなんて私たちの誰一人知らなかった。この居住区は後から作られた。だとしたらなぜ？あ、ごめん、変なこと言っちゃった。気にしないで。見落としていた謎を指摘してくれるのは助かるわ。確かに今は解けない謎だけど、その答えもきっとこの奥にあるはずよ、シオン。うん、そうだね。これで大丈夫ね。私も心得はあるが、君には及ばないな。これはティオハリム閣下。お会いできて光栄です。私も前回のスルドブリガでダナにおりましたが、残念ながら我がスルド閣下の勝利は叶いませんでした。思った以上に奴隷が死んでしまって。そうか。失礼。あなた最近レネギスで真っ赤な服を着た女を見かけたことはないかしら？赤ですと？いえ、覚えがありませんな。そんな服ならさぞ目立つことでしょうが。ちなみに前のスルドブリガの時にスルドのそばで見かけたこともない？変なことを聞きますが、今も当時も覚えはありませんよ。その女が何か？いえ、時間を取らせたわね。ありがとう。なってしまって、どうやって帰ったらいいかと考えていたところです。私もここから先に進みたいのに行けなくて困っているわ。全ては王の御心のままにとはいうものの、いつまでも下層民の私がこんな上層民の区画にいたら何を言われるか。気が進まないけど、やっぱりあそこに行ってみるしかないかしら。何か心当たりがあるのかね。デュオハリム・イルル・ケリス様、なぜこんなところに？スルドブリガの最中では？私のことはいい。それより心当たりがあるなら聞かせてほしい。失礼いたしました。この先にできた壁に入り口のようなものを見つけたので、そこを通り抜ければ別の区画を移動できるかもしれないと思いまして。それは検討の余地がありそうだな。私が確かめるから君はここで待っていたまえ。問題なさそうなら改めて知らせろ。よろしいのですか、私のような仮想のものに鋭閣下お自らなんて。このような時に上も下もあるまい。本来同じレナの民だ。ありがとうございます。
ディオハリム様。いろいろ話を聞いたな。それでどう思う？やはりなぜ町がこうなったのかも、ダナでスルドブリガがどうなったのかも知らないようね。スルドブリガの情報ってこっちには全然入ってこないものなのか？以前であればここまでではなかった。何か統制が敷かれているのかもしれん。住んでるところがこんなことになってるのに、みんなやけに落ち着いてるよね。ああ、ズーグルが言うこと聞かなくなってるとも言ってたしな。本当なら一大事のはずだぜ。ここで起きることは全て王の意志によるもの。レネギスではそういう考え方が深く根付いているからな。全ては起こるべくして起こる。王の統治によって。王の統治。一つ気になったのですが、今レネギスを全ているのは誰なのですか？無論当代の王だ。王がレナからレナとレネギスの両方を全ている。間にスルドみたいなのもいないのか？レナってダナと同じくらいでかいんだろ？レネギスだけでもこんなに広いのに全部一人で収めるなんて、そんなことできるのか？言われてみればそうだな。気にかけたこともなかった。王が全てを滑るというのがここでの常識だった。私もレナ本国をどのように統治されているかは知らん。シオン、君は、いや君自身でなくてもいい。誰か本国に行ったことがあるものを知っているか？いいえ、知らないわ。私もだ。だが、だとすると、まさかレネギスの住民全員がそうなのか？どうしたんだよ、急に深刻になって。レネギスでレナ本国をその目で見たことのあるものは誰もいないかもしれないということだ。王その人を除いて。ですが、それだとレナとレネギスには交流が全くないことになりませんか？王だけが一方的にレネギスにその意向を伝えている。そういうことになる。考えてみたらさ、レナにいる王様が遠く離れたレネギスまで直接統治しているのって無理があるよね。今みたいに何かあってもその場にいないんだし。そもそも王とは何なのです？アルフェンは奨励の儀を行うために無理やり王にされたという。一方でレナの統治者も王と呼ばれています。どちらが真実なのでしょう？スルドブリガの勝者となったスルドが前任者からその座を引き継ぎ、レナの全てを統治する。それがレナの王だとされてはいるが、そのレナ王は沈黙したままだ。ボルラーンのこともある。もはや何が真実か分かったものではないな。300年前、俺はレネギスで王になった。いや、された。ダナ人の俺がだ。そして今この時代に同じ王の紋章を持つボルラーンがいた。俺たちに共通するのは、どちらもスルドブリガに勝つことなく王になったということだ。ボルラーンはアルフェンと同じ儀式のための王ってことか？わからない。だがありえない話じゃないと思う。つまり統治者としての王と儀式のための王がそれぞれ存在していることになるのか。だが確かにガナスハロスでボルラーンの死体は見つかっていない。レネギスがこうなったのもボルラーンがここで儀式を行ったからだとしたら。待ってよ、それって赤い女とボルラーンが仲間だってこと？だって儀式には赤い女が持って逃げたレナスアルマが必要なんでしょ？儀式には巫女も必要なはずよ。私の他にも巫女がいるのでない限り。疑問疑問また疑問だ。この状況を解決するには王の正体を見極めるよりないようだな。王だけが入れるという禁令なら何かつかめるかもしれない。ダナを救うためにも真相を暴くんだ。ええ、行きましょう。禁令へ。確か別の区画へ通じてるかもしれない入り口があるって話だったよね。そこから禁令にも行けるかもしれない。探してみようよ。
してもこういう時現場に偉い奴がいないってやっぱりどうかと思うぜ。肝心の王はレナ本国だって言うし、スルドは全員ダナに降りちまってるわけだし。前にスルドだった奴ならいるんじゃないの。現役でない者には権限がない。レナ人はそういうところは律儀でね。リエゾたちがいたとしてもこの状況をどうにかできるとは思えないけど、連中がこのレネギスの有様を見たらどう思うかな。リエゾ、ガナデル、アウミル、オブラ、考えたら俺たちデュオハリム以外のスルドのことは僕に知らないんだよ。そりゃしょうがないぜ。ダナの俺たちにしてみりゃ倒すべき敵以外の何者でもなかったんだし。ああ、ただこうやってデナ人にも町があって暮らしがあるのもいいとさ。彼らもここで暮らしていたのが不思議。そうなんだ。彼らのことが気になるなら住民に尋ねてみた。どのスルドにも必ず本人やその家の支持者がいる。幸いダナの状況は知られていない。多少のことは聞けるだろう。レナの中にも身分制度があるんだね。住民は別にそれで不満も感じていないみたいだな。それでいいのか。いいも何もそれがごく当然のあり方とされてきたからな。君たちにも覚えがあるはずだ。支配されることに疑問を抱かなくなっていた。確かにな。ここの暮らしはダナのどの町よりも進んでいるように見える。十分な富がなくては理想の社会は作れないのかもと思ったこともあったが、あればいいというものでもないらしい。赤い女のことも誰も知らないみたいだったわね。本当にレネギスにいるのかな。もしいなかったら。まだ決めつけるには早い。目立たぬよう立ち回っている可能性もある。判断は隅々まで探してからにすればよかろう。立場が変われば印象も変わろう。そう、あの男にも守りたいもんだ。差し控え。私が言うのもなんだが、スルドとは王の座をめぐって争うと同時にレナ全体の守護者でもある。そういえばガナベルト、死の間際まで仲間のことを。
なんでそれをダナにもできないんだよ。ハリムのあれってどういう技なんだ？あれでは分からんな。どの技のことかね。あ、なんか街中とかでさ、話しかけた相手が隙だらけになることがあるだろ。何のことか分かりかねるが、あれは垂らし技というんだ。自分の外見や声の質を最大限に生かして相手の心を縛る特殊な技だ。人聞きの悪いことを言う。私ではなく受け取る側の問題だろうに。でもやっぱり何かあるんだな。どうやったら使えるようになるんだ？俺も気になるな。何か特別な修行があるのか？そうだな、常に優雅であることを心がけ、後ろ向きな考えを持ちながらうんちくを語るあたりが初歩だろう。言いたいことがあるなら直接言ってはどうかな。感心しているだけですよ。大はありません。ねえねえ、アルフェンとローの様子がおかしいんだけど。変な姿勢でよくわからない話を始めるのよ。何か変なものでも食べたのかしら。どう責任を取るつもりだね。そこまで本気にされるとは思いませんでした。反省します。ここはさっきの区画ほど被害がないみたいだ。たまたまレネギスの変形の影響が小さかったと見える。運が良かったと言うべきだろうな。ちょっと、手段を選ばないのが実力主義。でもここじゃそれを正義だって本気で信じてる人もいるんだ。だから正しいってことにはならないだろ。壊されんなって。うん、レネギスでも知られていないようね。あの突然の交代劇は私も驚いたものだ。何か疑問には思わなかったのですか？全くね。全て受け入れるようにしつけられていたわけだ。スルドたちの話、やっぱり身内には違って見えるもんなんだろう。うん、敵には容赦なかったのに。その彼らもレナ社会のいろいろな対立や問題を背負っているようだった。レナ人は力が序列の基盤の実力社会だから、互いの対抗意識がすごいけど、同時に種族全体への忠誠心も強いから外に対しては結束するのよ。スルドはその代表。スルドはレナ全体の守護者だったか？ええ、だからビエゾは私を憎んだし、ガナベルトはアルフェンを狙った。そんだけ大使は変わり種ってことか。それでアルフェン、君は何かつかめたかね？ああ、スルドも人間だったんだってことかな。ビエゾや他の連中も
あいつらなりに事情や望みがあって生きていたんだけどよ、いくら慕ってる奴がいるからって、そんなの。もちろん、あいつらのしたことは悪だ。それは間違いない。それでもあいつらは怪物なんかじゃなくて、俺たちと同じ一人の人間だったんだな。俺が言いたいのは、つまりあいつらが悪いのはレナだからでも怪物だからでもなくて、一人の人間として悪いことをしたから。リンウェル、違うかな。全部言ってくれた。ダナだから善人というわけじゃない、レナだから悪人というわけでもない。私たちはそれを見てきた。まあ、シオンとデュオハリームを見てりゃな。信頼を裏切らないよう努力するわ、私という一人の人間として。気になっていたんだ。どうしたんだ。少なくとも鋭ブリガ自体はずっと行われていたんだ。筋から言えば、前回の勝者である鋭が今のレナを治めていることになる。まあそうなるよな。それって誰なんだ。ハンフリクとミルグリスだ。確かシスロディアの鋭だったはず。そのハンフリクトという人がレナの支配者っていうこと。そういうことになる。直接見たのは前回の鋭ブリが終了の時が最後だわ。王となってからは一度もレネギスにも姿を見せていないのですか。通信以外の形ではないと思う。アンフリクト王以前の王もだ。それを言えば王以外の誰かが本国からやってきた記憶もない。それってやっぱりなんかいろいろ変だよね。うん。しかも我々はそれを当然のことと思い込まされてきた。だとしたら誰が何のためにそれをしたかだが、そういえばレナス・アルマもスルドブリガの勝者にその都度作られて与えられるもののはずでしたね。もし代々の勝者が受け取っていたのなら、その数だけレナス・アルマがあったことになります。でもペレギオンでのことを考えると、レナス・アルマが簡単に作れるとは思えないわ。となると勝者の話も怪しくなってくるわ。本当は何を信じていいのかわからない。確かに闇のマスターコアを必要とするということも我々レナ人は知らなかったのだからな。そのあたりも金量ではっきりするかもな。ああ、ここで考え込んでるより早く行って確かめようぜ。ピアリ
ヒアリエってアバキールってのが言ってた。し、なぜここに。まさかスルドとしての責務を放り出してダナから逃げ帰ってきたの。何も言わないのね。タルニガスを殺してまで手に入れた地位だというのに。あなたは殺した。ここには用があって戻った。話があるのであればその後にさせてもらいたい。そうよね。いつだって逃げるのがあなただった。7年経ってもダナで暮らしても何も変わらない。でもそれは私も同じ。この7年あなたを憎まない日はなかった。私を殺して気が晴れるならそうするといい。何を言い出すんです、ティオ・ハリム。だが先ほども言った通り、用あってここに来ている。それが終わるまでは待ってもらいたい。あまたの罪を犯した身だ。ことが終われば必ずや君の気の済むようにすると約束しよう。そうやってすぐ逃げ出す。自分で死ぬ勇気もなく人任せにして。あなたは最低よ。テュオ・ハリム、先ほどは見苦しいところを見せた。あの人、テュオ・ハリムが殺したって。君たちそれぞれに過去があるように私にもある。確か前にスルドの座をめぐって旧友と殺し合ったことがあると言っていたな。そのことか。私の罪はメナンシアでのものだけではない。それだけのことだ。あれは本気ですか。殺されても良いというのは。彼女にはその資格があるのだ。そんな。安心したまえ。スルドブリガを完全に終わらせ、メナンシアの共存を恒久的なものにする。それまでは死ぬつもりはない。気になる謎もまだ多く残っているしな。そうか、資格という意味では君にもあったな。テュオ・ハリム。すまない、余計なことを言った。忘れてくれ。
感じだね、ここ。ああ、住民の憩いの場とかそういうものらしいな。さすがレナの町、贅沢にできてる。何か気になるの、デュハリム。ダナに降りる前、よく旧友たちと演奏に興じたものだ。まさにこの場所で、アバキール、フィアリエ、そしてタルニガス。昔のことだ。タルニガス、フィアリエという女性が言っていた名前ですね。タルニガスは私の親友、そしてフィアリエの婚約者でもあった。フィアリエは仮想の出身だったが、誰よりも優れた音楽の才能があった。その際に惚れ込んだ私が、階層を気にする彼女を説得して、タルニガスとアバキールに引き合わせたのだ。幸せな時代だった。精霊術だの家柄だの一切関係ない、ただ美しい奏楽だけによる四人の絆だった。このレネギスで階層にとらわれない人間関係を築いていたなんて、やっぱりあなた変わっているのね。君の目から見てもやはりキーに映るかな。以前ならそうでしょうね。でも周りに従うのではなく、自分自身の心の声に従って友人を選ぶというのは素敵なことだと思うわ、今はね。それにそういうあなただからメナンシアの共存の素地ができたのかも。過分な評価で恐縮だが、私は自分の欲求に従っていただけだ。それにそれもこたびのスルドブリガが始まるまでだった。私とタルニガスはスルドの候補となり争うことになった。すでにフィアリエを愛していたタルニガスは、自分がスルドになることで彼女の階層を上げてやれると信じていた。そして事故が起きた。事故？タルニガスの力は私には及ばなかった。勝負は無難に決着するはずだった。だが必死の彼は手段を選ぶ余裕を失っていた。何か禁じ手を使ったのね。でもそれならフィアリエは、まさか彼女はそれを知らないの？言えると思うかね。恋人が友人に殺されただけでなく、しかもそれが自分のせいだったなどと。だから彼女の支えになるよう自分を憎むに任せたというのですか？それは逃げなんかじゃないわ。いや、逃げたのだ。ただ運命を呪い目を背けた。友の死にもスルドの重責にも耐えられず、その後のことは君たちも知っての通りだ。それでもあなたがスルドにならなければ、メナンシアはレナ人がダナ人を虐げる悲惨な国のままだったはずよ。シオンの言う通りです。あなたがいなければ私だってきっと別のスルドの元で死んでいたでしょう。救われた者も大勢いるんです、ティオハリム。あなたがいたから私は今ここにいます。だから必要以上に自分を貶めて罰せられることばかり求めないでください。手厳しいな。だが心に留めておこう。ティオハリムは大丈夫そうか？だと思うけど、キサラもいるし。そうか、よかった。人を励ますのって難しいのね。
一番大事なのはそうしてやりたいって思う気持ちだ。きっと伝わっているさ。そうだといいけど。アルフェ。シオン。思えばあなたも私を励ましてくれていたわね。俺もたくさんシオンに励まされた。お互い様だ。それでも。あそこに治療師と資材班の者がいる。私がいれば協力が得られるだろう。装備は見直したか。食べるのがもったいないくらいのができたよ。来る。あ、ダメ。フルル、これは私の。喧嘩か。珍しいな。いつもはフルルが食べられそうなものを分けるのに。だってゴージャスパフェだよ。女の子の夢の城だよ。そういうものなのかね。私に聞かないでください。食べがいがあるものはいいわよね。このお城を手にする日が来るなんて感動だな。どこまで食べても幸せの味。女の夢の城ってアイスクリームと違って後のツケが大きそうだよな。それを攻略してこその甲状腺だもん。甘いものは元気の元なんだから。やっべ、何を言っても上機嫌だ。こういう時の女性には逆らわない方がいいぞ諸君。覚えておこう。実際好物を前にしている時に邪魔されると文句より先に手が出るわね。ああ、それはわかる。女って。パフェ最高。12皿目だ。すげえ、新記録だ。この目で見ても信じがたいな。あれだけの量をどこに収めているのだ。あなたたちもう食べないの？口に合わなかったかしら。いや、その、よくそんだけ食えるなって感心してたんだよ。苦しくはならないのか、胸焼けとか。どうってことないわ。ご飯は別腹って言うでしょ。それを言うならお菓子ではないか。それにニョッキって結構腹にたまるよな。やっぱりレナって理解できない。あらー、何か話があるのかと思ったけど。用がなきゃダメだったか。いいえ、前は分かり合わなきゃってあれこれ話そうとしたもんだったな。そうね。ねえ、どうした？その、よかったら一緒に作らない？何をだ。何ってその、夜食なんだけど。え？夜食？あの、ああ、夜食ね。もちろんそうだよな。うん。何だと思ったの？いや、何でもない。気にしないでくれ。それで何を作るんだ？この材料見覚えはある？これは塩。覚えていた？そう、私たちが初めて一緒に食べた料理。あの時は随分不評だったけど。根にもたれてたか。悪かった。冗談よ。これにしたのは手軽に作れるし夜食にちょうどいいから。さあ始めましょう。
二人でならすぐできるわ。これをまた二人きりで食べる日が来るなんて思わなかったな。あの時と今思えばいろんなことが変わったわね。食べているものは同じなのに。食べているものだって変わったさ。あの時よりずっとうまい。あれ以来私もあなたもそれなりに経験を積んだもの。味だけじゃないんだ。なんていうか、食べていることが楽しい。ええ、わかるわ。戦いのこと、世界のこと、大変なことが全部終わっても、こうして食べることだけは変わらないんだろうな。そこは変わりようがないわ。生きている限り食べるんだから。その時もこんな風だといいな。さすがにもう野営はしてないと思いたいけど。もちろん家の中だ。雨の心配のない屋根の下で、焚き火でなく暖炉があって、丸太でないちゃんとした椅子に綺麗なお皿を並べる大きな食卓、急ごしらえでない台所。ご飯時にはその台所で一緒に並んで。ちょっと作りすぎたみたいだな。食べきれない。そうね、もったいないし、誰かまだ起きてないか見てくるわ。一緒にか、考え事？ああ、いや、気づけばこの旅ももう結構長いんだなと思って。この面々で旅を続けてることが不思議？そうだな。ダナ人にレナ人、スルドもいれば魔法使い、果ては別の時代から来たやつまでいる。それがこうやって背中を預け合い旅をしているんだ。ちょっとした奇跡かもしれないな。奇跡というより証拠じゃないかしら。人が人である限り分かり合えるということの。分かり合えればつながることだってできる。ああ、確かに俺たちはその証拠だ。私と人との間には常に茨があったわ。触れ合えないなら、望んでも無駄なら、関わることもやめよう、そう思っていた。でもそう思うことで私は心の周りにまで茨を置いてしまった。だがそれは、ええ、今も茨は私を囲んでいるけど、少なくとも心はもう覆われていない。人と人のつながり方、絆のあり方は一つじゃない。それをあなたとここにいる人たちが教えてくれた。あなたが集めた仲間よ、アルフェン。俺が集めたんじゃない。そりゃ俺が声をかけたやつだっているが、俺は剣を振り回すことしか能がない。俺もみんなに教わり支えられてきたんだ。多分そう言ってのけるからこそなんでしょうね。どういう意味だ？あなたはそのままでいいってこと。あなたと誰かの間に生まれた絆が互いに結びついて、より強く輝く一つではなく、たくさんの中心を持つ絆だから、それでいいの。今の兵士、明らかに住民たちと様子が違ったわね。うん、話し合いの余地なんかない、問答無用って感じだった。スルドのティオハリムがいてもお構いなしだったな。うん、我々を明確に敵として認識していた。レネギスの中で脅威らしい脅威など、せいぜい実験艦何かで暴走したズーグルくらいのはずなのに。ガナスハロスの時に似ていた気がする。
ボルラーンに支配されていた兵士や奴隷の様子に。以前のレネギスにはあのようなものなどいなかった。私たちが来たのを心よく思わない何者かがいるということでしょうか。赤い女か、王か、はたまたボルラーンか。いずれにしても気を引き締めた方が良さそうだな。この頃ついているみたいだ。拾ったやつで武器作れんじゃね。強くなれたかしら。ああ、射撃までの速度や安定性が増している。そんなに見ないでほしいわ。こちらが誰かお構いなしに襲ってくるわね。何者かが禁猟を守らせているのか。よし、盾も鎧も傷はないな。トマスの決着はついたか。まだまだ戦いは続くんだな。どうにか倒せたな。これまでの戦いが実を結んだな。